デイ。ウユツデイ。やっと動画にできるぐらい島が片付いたわ。これは断捨離動画で稼いだベルを預けてるところだね。そうそう、そして次は収納を空っぽにするよ。何のために？完成したウユツベ島にはいくつ家具を使ったのか、どんな家具を使ったのか、わかりやすく解説するためだよと思ったんだけどな。置く場所じゃない。そりゃまだイースターの柵しか片付けてないんだから。このリメイクした家具葉っぱにならんの、なんとかなりません。なんでスターだけ飾ってるの？子供に見せるためだよ。写真は捨てれやんね。なんかここおかしいんですけど。どこが？家の前3マス物置けないんですけど。そりゃで入り口に物置いたらダメだから。あーっと来ない。なのでこれは壁に飾ってもいいですか？片付けるのは労務なんだから、好きにしたら。せっかくアップルちゃんにもらった傘だけど、買えるものは売りました。傘は傘屋さんでも作らない限り使わないよね。マキエやマイル旅行券は売れないし。夏の貝殻は別にいらなくね。20個だけ残しといて。さて、問題なのは柵なんだよね。自称柵チューバーだもんな。マジでリメイクした柵が可愛すぎんのよ。おすすめの使い方は一つずつ色を変えること。大変だけど可愛いよね。縦板の柵とか全然好きじゃなかったのに、一つずつ立てたら可愛すぎた。さて柵を全部出し終わったよ。90ぐらいあったみたいよ。素晴らしい。パチパチパチ。この辺も売ってもう一回やれば？いや、めんどくさいの？いや、動画にならないから。動画にならない努力はしない。なるほどねー。最終いらない判断したものを売って。83,66 ベルですです。では今から早速破壊していきます。泣いてるじゃん。そりゃそうだよ。完成してからしばらくてつけれんかった。まあ頑張ったもんねー。そうだよ、頑張ったんだよ。あ、エリア別の家具数も発表します。久す、みっこの外観は30個だったね。続いてファイブたちと出会った遊園地コーナー。ここは多そうだねー。グランドライトとか星のかけらとか、光るものをたくさん飾ったからねー。久す、みっこで30だからここは、72個だね。続いてはハロウィンコーナー。ここは少なそうだね。持ちきれた。36個だね。続いては夏のすみっこたちのコーナー。遊具場はそこそこあると思う。乗せれる台には乗せた感あるよね。なんか計算合わんのやけど44なんかな？計算だと58個。私の記憶でも50ちょいだから、取り忘れたかな。まだ序盤なんだからしっかりして。はい、まず40個。みんなは片付けないの？お邪魔になるまではそのままにしとく。とか言ってたらさ、ここ通れやんやん。この2個を足して計算するわ。ということは40足す36足す2ね。78。ひまわりコーナーは45だったよ。55。すみっこ神社は14だったよ。最低限だもんね。さっきは台になったモグラの家は18。相変わらず片付けるのがめっちゃ大変な駄菓子屋さん。マイデザもみんなも消しまくってるな。不可抗力なんですけどね。家具は26個だったね。お花屋さんは38個。結構多いね。クリーニング屋さんは11個。少な。パン屋さんは一番値段が高い建物。家具は25個なのにね。続いて向かいの建物代わりの、氷の柵とパーテーション。12プラス7、こんなものか。続いては西の砂浜のキラキラコーナー。ネタ切れコーナーか。気に入ってはいるんだけどね。砂浜よりここの方が大変だったよ。住民の家の庭ね。片付け忘れあったので。見えてるね。カモミの家の前の家具も合わせて、64かな。続いてはサブ住民の家の前あたりだね。畑は保有。たぬき商店前も片付けるかな。全部で40個だね。柵は重なるから実際の総数はわかんないけど。そろそろまとまった家具が飾ってるとこないねー。木を片付けるなら持ち物運上昇した方が効率良いよね。お金持ってないのバレバレですよ。バレたか。私の推奨を舐めないでいただきたいですわ。健康運上昇だったから次の日。だって健康運上昇って食べ物のパワーが2倍になるだけなんだもん。これは金運かな？いえいえ、金運はどこかのたぬきさんですよ。よっしゃ行くぞ。あ、まだここ片付いてなかった。公園も片付いてないじゃん。ミニッコがいっぱいで片付けにくかったんだ。あとここも忘れがち。魔法の国は別世界の設定だからな。推定200個と思ってるんだが。そんなにあるかねえ。大きい家具多いじゃん。ライトで40、光ゴケのバルーンで40、ドールハウスで40、あと遺跡のアーチ部分イースターなツリー10ずつ、灯台ガゼボ氷のツリー木製の本棚で20。今でもう160なのかあるか。あとクリスマス家具で10と、ドールハウスの台が10で180個予想で提出。さあ合ってるかねー。ここに来る前の収納の数は632だったよ。物置にはしごが入ってなかったから取りに行ってきたんだよね。急に録画が左上の画面になったから、やべっ数わかんないじゃんって焦ったわ。動画化できるようになるまで片付けるのに、めっちゃ時間かかったもんね。なので記憶がもう、ただこの話面白いかどうかわかんないんだよね私。魔法の国の家具の数は187個でした。ほぼ正解。さて家具を片付け終わったし食事にしようか。いいねー。フランコの島の料理はすごくてな。カップもお皿も食べ物でできてるんだ。だから入れ物ごと食べておくれ。やだ。
このかぼちゃのスープとかならわかるけど、お皿は食べたくないよ。多分クッキーだよあのお皿。クッキーならクッキーで喉乾きそうだよ。あー今回飲み物試してないんだよね。飲み物はグラスごと飲むのかな？試してきたよ。まずはたぬき商店で買える飲み物ね。グラスごと飲み込んだ。喉にガラスが刺さりまくる。あ、雨でできたグラスなのかな？試したつもりがただのホラーになっちゃった。今右側もホラーでしたよ。え、喉にガラスよりホラーとかある？ホラーじゃないかもですが、フライパンを丸ごと食べてましたよ。あつ森の食事シーンはホラーだったのか。楽しいお食事会が一点ホラー。これ島を片付ける動画だよね。うわ、食事もビンクっとる。それだけ島の木が多いということなんだよフラン。あー気を抜くために食べてるのか。そうそう食事の方が一気にごたまるからね。そりゃ持ち物運上昇したらレア島行けるって噂あるよね。合わせて中断してたスイッチを起動。夜になってたな。これ普通の光ボケ島に着いたぞ。は？は？ってなんだよ。光ボケ島っつったら光ボケ島だよ。いつ叩いてもなんもない。卵出てるじゃん。あれか？セーブしたから占い効果なくなったのか？セーブしても次の日の4時59分までは効果が続くと思うけど。スコップの耐久性ってどれだけだっけ？100回らしいよ。もう100回とうに超えてますが。なら持ち物運上昇イコールレア等が嘘なんじゃね？YouTube でも似た非攻略サイトにも書いてたよ。この時ウプ主はレア等に行けなかったことに動揺し、ピンクの花を全部売ってしまって今、大変後悔してるそうです。お花を交配するのめんどくさい。次は全色の花畑作りたいらしいからね。さてさていっぱい食べて島を片付けた結果がこちら。なにこの森。断捨離動画で木材全部売っちゃったじゃん。それは島の木を切り倒せばいいかと思って売ったんだよね。そしてここが低木コーナー。ちょっとこっちの方がヤバくね。それもそのはず。島を更地にするのに14時間ぐらいかかってるもん。いやなんで整列させたの？さっきみたいに買い取りボックスを見せるのも良いと思ったけど、この方が迫力あると思ってな。ここは？成長止めに使ってた果物の苗だよ。この島 80% ぐらい成長止めてたからな。まさかこれ全部成長させてから伐採するの？イエス。本当なら更地まで一本の動画にしたかったんだけど、無理です。もううちの動画にしては長い方だもんね。なので次回は木を片付ける動画になります。需要あるかね？兼業 YouTuber は再生数とかそこまで気にならんから、需要なくても作ります。退屈な作業をどうやって乗り切ったかとかも、紹介するのでよかったら見に来てね。最後までご視聴ありがとうございました。またね。